西田愛は、日本の女性歌手。鹿児島県愛ら市出身。所属事務所は、G、スター、プロ、レコードレーベルは、クラウンレコードで、販売と流通は、株式会社クラウン特馬ミュージック販売が、担当している。小学生の頃から人前で何かをするのが好きで、当時、人気のあったモーニング娘。に漠然と憧れる日々を、送る。 しかし特に歌やダンスのレッスンを受けるようなこともなかった。その後、英会話を習っていたということもあり、客室乗務員になるための勉強を重ねていくが、語学留学中に日本語で歌を披露したことがきっかけとなり、次第に子供の頃から憧れていた芸能界への思いを強くする。そして、留学終了を待たずして帰国し、 鹿児島城最高等学校3年に編入すると、共に、その年である2006年に、平尾正明ミュージックスクール鹿児島校に入門、ボイストレーニングを始めると共に歌手になることへの意思を固める。歌のレッスンは、本人の音楽志向で、ポップス中心に受けていたが、性質や持っている雰囲気から、君の声は、歌謡曲向きだと、平尾正明らに言われ、 歌謡曲を勉強し始める。そして、初めて山口桃江のプレイバックパート2を聞き、歌謡曲は演歌を中心とした和というイメージしか頭になかったものが、必ずしもそうではないということを知り衝撃を受ける。それから、数々の昭和歌謡を勉強して、自ら歌謡曲をやりたいと思うほど、その世界に魅了されていった。ミュージックスクールでのレッスンに励む中、 地元の高校を卒業。その後、専門学校でも学んでいたが、在学中の2008年8月に開催された、平尾正明ミュージックスクールサマーオーディションで、レコード会社のディレクターの目に留まり、その年の12月に、スカウトされる。それを機に2009年春に上京、約1年余りに及ぶボイストレーニングと、様々なジャンルの歌や、曲の勉強を重ねる。 2010年7月7日、平尾正明プロデュースの元日本クラウンよりシングル、揺れてん、花火でデビュー。豊かな表情と女性らしい仕草が持ち味であり、今やインターネット上でも笑顔が魅力的な美人歌謡曲歌手として話題となっている。また、コンサートなどではユーモアたっぷりの巧みな話術で観客を魅了し、20代の頃から、 すでに舞台こなしは銅に入っているとの評価が高い。同じように、平尾正明からプロデュースを受けた、シャミ選手マイユニットの、葵と、楓とは、デビュー当時からステージを共にしたり、レコーディング時にバックコーラスに迎えたりと姉妹のように、仲がいい。2018年3月に、YouTube 公式チャンネル、西愛チャンネルを開設し、YouTuber として活動中。 詳細は、西合チャンネルを参照。グッドバイマイラブサザナミプレイバックパート2天使の、誘惑ブルーライト横浜人形の家だけど、思い出枕一人ポッチで踊らせて、サイレントイブ涙の対応最後のページ、ダストページ LOV いたそがれのビギンルージュの伝言。神様の宝石でできた島海物いものぶぎこが見える、オカコーヒールンバイエスタデーワンズ、モわジの流れに身を任せ、 真夏の出来事2018年3月に YouTube 公式チャンネル、西愛チャンネルを開設し、YouTuber として活動中。音フェチネイルタッピング囁ささき、子守歌、童話の読み聞かせなどのエイズマ、ま、ー、あ、ヘアアレンジメイクアップファッション系、筋肉トレーニング、発声練習方法、焼酎のレシピ、ダンスオメイク、検証実験など、視聴者の要望を取り入れながら、 自身の経験をもとに独自の視点から動画作品を展開している。動画アップの頻度は1週間に5回でかなり高い。なお、2020年以降は週3回の配信となっている。人気の動画はエーズマーで聞いているだけで心地よい気持ちになる音を流していく内容であり、自身も今の趣味は音探しというほどに力を入れている。 イズマー動画の中でも特に自身によるネイルタッピングは視聴者から高い評価を受ける。同年3月に開始以来10月時点で2万人を超える。視聴者は13から24歳の若年層が67%を占める。目標は登録者100万人。有名な YouTuber とコラボレーションするのが夢である。 2018年、2019年、2020年、2021年、ネイチャーコンサートセットリストここでは、歌手として一般に行われる歌謡賞やコンサート、キャンペーンイベントなどを除く、西田愛自身を特徴づける、ライブイベントについて記載する。ワンマンライブ、西田愛歌謡コレクションを定期的に開催。2019年4月までに11回を数える。 昭和歌謡をこよなく愛する自身が時代を彩った往年のヒット曲から知られざる名曲など今歌い継ぎたい名曲を勝手にカバーするワンマンライブで開始当初から手作り感を大切にしながらスタッフと二人三脚でプロデュースを行っているライブ終了後にファンクラブチーム AI のメンバーと共にファンミーティングを行う中では 次回のテーマを募ったり、じゃんけん大会などで交流を深めている。2020年7月7日に、デビュー10周年を迎えるにあたり、同年6月の毎週日曜日午後9時から、自身の YouTube チャンネル、西愛チャンネルにて、音楽ライブの生配信を行うことを5月31日に、同チャンネルの動画性配信にて発表した。 毎週日曜日午後9時からの音楽ライブ制配信ということから日休ライブと称する。なお、ライブ制配信はユーチューバー西愛としてでなく、歌手、アーティスト、西田愛のライブとの位置づけとしている。同年3月頃からの新型コロナ禍の外出自粛要請によって対面型のライブイベントの開催が困難な状況となり、 自身の10周年記念シングルの新曲リリース時期と重なったことから、それまでに計画されていたすべての新曲リリースキャンペーン及びライブイベントの開催中止を余儀なくされることとなった。歌手として歌を届ける機会をなくし精神的に疲弊していた中、自身の YouTube チャンネル、西愛チャンネルのスタッフと共5名により歌手、 西田愛の歌を届ける場として、音楽ライブを同チャンネルにて生配信をすることを企画。ライブでは、基本的に毎回、自身のギター弾き語りを含め新しい楽曲を3曲、前回までのライブでの既出の楽曲から1曲、最新シングル曲、マイストーリーの計5曲を歌唱するが、スタジオミュージシャンによる伴奏を毎週実施することが、困難なことから、 自身の担当マネージャーのピアノ伴奏と自身のギター伴奏によるストリートライブ様式の構成とした。自身のギター演奏については、初心者レベル、担当マネージャーも20年ぶりのピアノ演奏という状況からの出発で、音楽ライブに必要な機材はスタッフが持ち寄り、生配信の方法についても十分な知識、経験がない中で、試行錯誤しながら実施することとなった。 各回ごとに必ず自身のギター弾き語りを行うことを決め、ライブ制配信の数日前よりその楽曲を予告することで逃げ道を閉ざす決意で臨んでいる。また、各回ごとに違ったテーマで趣向を凝らし、スペシャルゲストを招いてのコラボによるライブ制配信も実施する同年12月13日の飛球ライブ、ボリューム27の中で2020年最後の ライブ配信ボリューム29にて一旦定期的な生配信を終了することを報告。自身の歌手活動において2021年に向けて新型コロナ改善に戻ることを想定してとの理由による。2020年12月27日、非旧ライブボリューム29の生配信を行い、同年6月から7ヶ月間続けてきた同ライブの幕を閉じた。 日給ライブセットリスト2020年7月4日19時から同年7月5日19時40分にかけて自身の公式 YouTube チャンネル西合チャンネルにて24時間40分にわたり動画性配信を実施した。副題は愛は無給で歌う24時間100曲チャレンジとし時間内で100曲を歌うことに挑戦した。 新型コロナウイルスの自粛要請により、当初計画されていたデビュー10周年記念コンサートや、新曲リリースキャンペーンなどが、ことごとく中止となり、自身歌う機会を奪われ、精神的に疲弊していた中で、前室の、西愛チャンネルをサポートするスタッフと共に5名で、当企画を立案。その後、所属の事務所、レコード会社の賛同を得て実現することができた。 さらに多彩なゲストの協力を得て、演歌歌謡界の歌手としては、前代未聞の一大プロジェクトを成功させた。開始1時間後より、スペシャルライブと称して、生バンド演奏によるライブを開催。さらにライブの打ち上げ、女子会、ゲストとのライブ、カラオケリクエストなど、多彩なプログラムにより構成された。 2021年7月22日19時から同年7月23日19時25分にかけて、西田愛24時間制配信下でつなごう日本。と題し、自身の YouTube、西愛チャンネルにて24時間制配信を行った。その生配信にて5つのライブセッションを企画し、実施した。以下に、各、ライブセッションの詳細を記す。 レギュラー番組ゲスト出演 NHK2016 年5月31日2016年7月12日ビキニスタイルのお嬢さん2016年10月18日お座敷小唄2016年11月15日ゲージャワルツシャミセンブギウギ2017年4月11日はいそれまでよスーダラブシ熱演 植木とスーダラ名曲集の劇中出演2017年6月13日花嫁2017年7月4日歌コン名物ムード歌謡ミュージカル東京ナイトクラブ別れても好きな人2017年11月7日恋しているんだもん人生いろいろ星空に両手を2018年1月16日新春スペシャル1年と9ヶ月1940曲からの よりすぐりの名場面から、2017年4月11日の、熱演。植木島スーダラ名曲集の劇中出演の模様が、放映される2018年3月20日。春一番2018年5月22日。下町の太陽。東京五輪温度2018年7月17日。初中お見舞い申し上げます。2011年6月7日。カナダからの手紙。 2011年7月5日、星降る町角2011年8月30日、北国行きで2011年10月11日、あなた任せの夜だから、愛して愛して愛しちゃったのよ。二人の銀座2012年2月7日、京都の恋2013年5月28日、黄色い桜んぼ2013年10月15日、ガラス坂2014年11月18日、 二人は、若い、青春サイクリング2015年3月3日、四つの、お願い2015年4月7日、皆の州、渚のシンドバッド、黄色いサクラんぼ、人生いろいろ、お祭りマンボ2015年5月26日、もしかして、パーシアイ2015年7月28日、17歳2016年2月2日、私の青空、虹色の湖、 幸せなら手を叩こう。世界は二人のために。憧れのハワイコーロ2017年10月6日。最後のページ2018年11月9日。愛が足りなくて2020年9月18日。マイストーリー2021年4月4日。幸せ日記を歌唱。同日は新番組としての初回放送となる。 2015年7月19日、大阪母色2015年10月4日、涙割2016年1月17日、夢先案内人、銀色の道2016年3月27日、幸せ芝居、それぞれの原宿。2016年5月1日、会いたいなあ、あの人に、お手もやん、限界ブルース。2019年2月17日に、再放送。 2016年12月11日、涙の太陽、最後のページ2017年2月12日、ヒーロー、3枚の写真、我が良きともよ、サンキュー翔太、中村光子、松原竹之と一緒に2017年5月7日、いい湯だな、ガード下の靴磨き、金色や社官一、お宮コントで、三山博士と共演、ラブユー東京、松賢三場に三山博士と司会を、 担当2017年8月13日、最後のページ、京都の恋、バラが咲いた、聖母たちのララバイ、パクジュニョンと司会を担当。2017年10月1日、夢で会いましょう。ふるさとの祭り、マルシアと司会を、担当2017年12月24日、あなたに会いたくて、ミッシング・ユー、365歩のマーチ、2018年6月24日、 瀬戸の花嫁、ジューンブライド、2018年10月28日、愛が足りなくて、恋人たちの神話、2019年7月7日、面影、やあやあやあ、2019年8月4日、赤坂の夜は更けて、銀座カンカン娘2019年9月8日、木綿のハンカチーフ、日の国へ、MC アシスタントを担当。2020年2月9日、愛するって怖い。 あの素晴らしい愛をもう一度、夕べの秘密、2020年6月5日、マイストーリー2020年10月18日、草原の輝き、カナダからの手紙、ふるさと、2021年5月9日、秋桜、雨降り、幸せ日記弾き語りバージョン、お母さん、大阪府泉佐野市、BS 日本の歌2012年10月14日、 グッドバイマイラブ2014年4月20日、思い出枕2015年1月18日、雨女民放局、インターネットテレビレギュラー番組ゲスト出演、NHK 民放局優先ラジオ、放送インターネットラジオ2019年4月1日に、西田愛の活動についての SNS 上での広報役として登場。正式名は、トゥインクル星へ。独自に、 ツイッターとインスタグラムのアカウントを持つ。ツイッターでのつぶやきの中の決まり文句は、西田愛のことなら何でも知ってる、星絵でございます。西田愛の落書きをもとに作成された。担当マネージャーが管理をする。ありがとうございます。